はじめまして、山梨大学の中島翔太郎です。私は心とアレルギーのつながり、特にポジティブな感情がアレルギーの病態に与える影響を明らかにしたいと考え、研究を行っています。花粉症や気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患は精神的なストレスにより病態が悪化することが知られています。一方で、そうしたアレルギー疾患に対する新規薬剤の臨床試験では、患者さんの前向きな感情が薬効と無関係に効果を高めるプラセボ効果が強く出てしまうことが多々あります。このように精神的な心の変化がアレルギーの症状に影響を与えるということは経験的に知られていますが、その科学的な根拠はほとんど明らかにされていません。私たちはマウスの脳内報酬系を人為的に活性化できるシステムを利用することで、このアレルギー界の大きな謎に迫ろうと考えています。脳内報酬系にはドーパミンという物質が関与しています。脳内報酬系は興奮や感動、心地よいことが起きたときにドーパミンが脳の中で放出されることで活性化します。この仕組みを利用してマウスの脳内報酬系を人工的に活性化させた後、1型アレルギーの代表的疾患である花粉症を誘導して実験を行います。花粉症を誘導したマウスはくしゃみや鼻かき行動を頻繁に行うようになりますが、脳内の報酬系を活性化させることでこういったアレルギーの症状が緩和するのか検討をしていきます。病は気からと言いますが、こうした言葉がどれほど本質を捉えているのでしょうか。その答えを科学の面から明らかにしていくプロジェクトにぜひご支援をよろしくお願いいたします。